こんにちは、スリーです。今回は自分を貫いてもなかなか結果がついてこないのならの記事について話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。先日2組のダブルスペアの応援に行きました。1組はバンバン打ち込む攻めのテニス、もう1組はとことんつなげる、守備的なテニス。なんとも対照的な2組ですが、ちょうど隣同士での試合だったので応援しやすかったです。ちなみにこの大会は3セットマッチの試合でしたが、攻撃的なペアは1セットを、1セット目を攻め続けて取ったものの、2セットは、ガス欠になってファイナルセットに突入しました。流れで言うとフルセットは相手に脅威があるので負けてしまいそうな雰囲気でした。でも彼らはそこからもう一度、ギアを上げて攻めのテニスでファイナルセットを取り、見事勝利しました。一方、守備的なペアは相手も守ってきたので、1ポイントはかなり長いラリーの連続です。試合は結果的に2時間30分の激戦となりましたが、残念ながら負けてしまいました。攻めのテニスと守りのテニス。隣同士で対照的な試合を観戦することになりましたが、結果は皮肉にも違うものとなりました。だけど、この結果は攻めたから勝ち、守ったから負けという単純なものではなかったと感じています。大事だったのは、流れが悪くなった時のバランスです。攻撃ペアの2人はセカンドセットで完全に相手ペアにはまり、体力もかなり消耗しました。そこから彼らは、無理に攻めることなく、ゆっくり攻めるくらいのペースに落としました。それでもセカンドセットを落としてしまいましたが、ファイナルセットは緩めた攻めの姿勢をもう一度引き締め、自分たちのテニスで勝ち取りました。一方、守備ペアの2人は終始守り続けましたが、相手はたまに攻めるところは攻めてきました。これが相手にとってのメリハリとなり、接戦を勝ち切れたのだと思います。両ペアともほとんどのショットをつなげていましたが、ほんの少し守りを緩めたことが相手の勝因だったと感じました。これって日常にも言えることですが、テンションの高い人がずっとハイテンションだったら本人も周りもちょっと疲れますよね。反対におとなしい人がずっと静かなのも同じです。少しでも抑揚があった方が本人も周りも楽じゃないですか。当然、自分流を貫くのも大事ですが、たまに、ペースを変えてみるのも大事だと今回の試合を見て考えさせられました。だからもし自分を貫いてもなかなか結果がついてこないと悩んでいるなら、たまには緩めることも取り入れてみてください。そしてまた自分の流れが来たら、その時に引き締めたらいいのです。まあ、よく言うのが自分のテニスをしなきゃと思って攻撃的な人はね、攻撃し続けて、で、攻めすぎて負けたと。じゃあ自分のテニスは攻めだけど、自分のテニスを貫いたら勝てないと。だから、もうちょっと守りを入れようっていう発想だと、ちょっとブレちゃうんですよね。自分の攻撃的なテニスを貫くっていう面が。でも、その攻撃を、から守備ってその極端にシフト変えるんじゃなくて、攻撃を緩めるっていう発想。逆に、守りの人がですね、とことん守るときに、自分のテニスは守備的だからってなって負けたとしたら、もうちょっと攻めるとこ攻めなきゃってなると、これまたね、その自分のね、鉄壁、ね、守備で行くんだっていうのがちょっとブレちゃうんですよね、自分の中で。だから結果は一緒なんですけど、その、シフトをね、守備の人は、やっぱり守備っていう主語を持って考えないとね、ちょっと自分の中で揺らいじゃうんで、だから、守備の人は攻撃も入れようじゃなくて、守備を緩めようっていう発想で行くとね、結構、またすぐ戻りやすいんです。ここぞって時にもう一回じゃあ守備だっていう風にね、その主語を変えないってことが大事なんですね。それをいい表現としては緩めるとか引き締めるとか。そういう考え方でね、自分のね、やりたいテニスの主語を置いておくと、結構ね、使い分けができるのでね、まあそういう考え方っていうのもありますのでね、なかなか自分のテニスをね、貫いてもですね、勝てないなって悩んでいる場合はですね、この引き締める、緩めるっていう表現をね、使って、できるだけ自分のやりたいね、主語っていうのを変えないでね、やってみてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、失礼します。